19日競泳パリ五輪代表選考会第3日東京アクアティクスセンター競泳日本をけん引してきた2人が崖っぷちに立たされた東京五輪2冠の大橋悠依28イコール糸満東進イコールは 400m 個人メドレーで4位五輪4大会連続出場中の入江陵介34 イコールドーイコールは男子100メートル背泳ぎで2位に入るも派遣標準記録を突破できず、切符を逃した。大橋は本命の200メートル個人メドレーが残り、昨週から急ピッチで仕上げた400メートル個人メドレーの敗北を潔く受け入れた。代表に入れなければやめる。死ぬ気で200の代表に入る。目線は前を向き、排水の陣で臨む覚悟を示した。 400はもう最後になると思う。という、ラスト。レースで競った1位の成田は高校新記録を樹立。2位の谷川も内定を勝ち取った。この緊張する環境の中でベストタイムを出すのは強い。気持ちよく追われる。これから日本記録を目指してほしい。自身が持つ4分30秒82の日本記録更新を後輩に託し。 最終日23日の200メートル個人メドレー決勝に全集中した。一方、入江が出場した男子100メートル背泳ぎでは、派遣標準突破者が出なかった。34歳はパリゴリンについて、現実的に厳しい、と口にしていた。2位となり、メドレーリレーのメンバー入りも絶望的に。ショックは大きく取材ゾーンでは無言だった。 残りは22日の男子200メートル背泳ぎのみ。競泳界の牽引者は崖っぷちで初となる5大会連続出場をかけた大一番に臨む。